チャンネル猫は日活株式会社衛星メディア事業本部が運営する映画、ドラマアニメの専門チャンネルである。アニメ作品向けの枠はアニメスクエアと称している。開局当初は夏休みや冬休みの時期に虫プロダクション制作の作品を重点放送する程度であった。特撮についてはスブラヤプロダクション作品向けのスブラヤ特撮アワーという番組枠を設けている。 アニメスクエア金曜17時からの放送が初回で、土曜7時からと翌週火曜4時からも、リピート放送あり。つぶらや特撮アワー火曜20時からの放送が初回で、水曜4時、土曜6時、翌週火曜12時からもリピート放送あり。ミッドナイトシアターの名称で、一般の映画作品と同様の扱いで深夜帯に、月4から5作品程度が放映されている。 開局からしばらくは、日活ロマンポルノや、海外の成人向け映画を放送していたが、現在は放映されてない。しかしながらも現在の放送作品は、AV 女優が多数出演していたり、性行為を想起させるシーンがあったりと、そうじて感能的要素が強い。チャンネル自体が、アダルト専門ではないため、スカパー、プレミアムサービスのアダルト専門チャンネルの契約時に、 必要な年齢確認書類の提出は不要で、視聴年齢制限機能も特に設定されていないので、誰でも視聴できる。なお、チャンネル猫共通の放映開始前のロゴのアニメーションは、本放送枠独自の仕様で、男性の声でクナが読み上げられる。2009年9月までは、若い女性の笑い声が挿入されるものだった。放送後には、堀が得意のモノマネでナレーションを務める。 番組紹介。ミッドナイトニュースが必ず流されていたが、モノマネの元ネタとなる有名人は月ごとに変わる。なお、ミッドナイトニュースでは、チャンネル猫と同じ日活が運営するシネマ R、などの放送予定も扱われていた。2015年4月からは、発信、情報スポット G が新たにスタートした。同番組の総合演出は、元日本テレビのプロデューサーで現在は、 フリーのプロデューサーとして活躍するゴミカズオが手掛ける。ありがとうございます。